こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。今日はなんだかお店の外から入ってくる日差しがこう気持ちよく眩しい感じで、なんか初夏の雰囲気を感じるこの頃です。今は朝も涼しくて、まあ暖かさもあって日中もそんなに暑すぎず、そして夜は夜風が涼しくて、なんか朝昼晩一日を通してこう自転車を気持ちよく楽しめる、そんな季節かなと思っております。はい、そんな中で久しぶりになりました、今日はユーズド東京バイク中古車の紹介になります。こちらですね、簡単にちょっと概要なり説明させていただいて、後ほど近くに寄ってみていただければなと思います。はい、では早速紹介していきます。まずこちらモデルは、ちょっとややこしいんですけど、東京バイクの少し昔の方といいますか、ここの文字も今の現行モデルだと東京バイクっていうこうロゴが入ってるんですけど、 www.tokyobike.com っていうちょっと一世代前のモデルです。ただすごく綺麗に乗ってくださっていた感じなので、古いけどなんかそれも味となっていい感じというとこですね。で、サイズ M サイズです。で、変速機はついてて8段変速なんだけど、タイヤは、650っていう、スポーツ QS とか CS とかの、サイズですね。なので、いろんなモデルを融合したような、CS に近いかなというような感じですね。はい、そんな1台です。で、M サイズは、160センチぐらいの方から、メーカー的に165から175センチぐらいなので、160センチぐらい過ぎてから乗り始められる方がいらっしゃって、170センチ台までみたいな感じですかね。ぜひお店の試乗車で試乗してみたりしてサイズ感は確かめていただければなと思うんですけど、はい、そんな感じです。で、色が、グロスのブラックですね。はい、で、消耗品はいろいろ交換をさせていただいてます。タイヤですね、タイヤとかチューブと、この辺のグリップとか、あとは、変速のレバーのところも新しくしてます。この旧モデルって変速の仕方とかもちょっと違ったんですけど、その辺も使いやすくスタイリッシュに今のものに変えています。で、サドルとかですね、そしてチェーンやブレーキパッドなど消耗品はとにかく新しくなってるので、フレームは中古ですが、すごくこう気持ちよく乗っていただけるんじゃないかなと思います。はい、こんなところですね。ちょっとじゃあ近くに寄ってみようと思います。手元からこんな感じで、さっきお伝えした変速のレバーとかグリップが新しくなっています。で、ブレーキのレバーとかは元々のものを使ってますね。全然まだまだ使えます。そして、はい、フレームこんな感じです。ヘッドバッジちょっと悩んだんですけど、なんかあえてこのヴィンテージ感がかっこいいかなと思って前のまま残しています。はい、こんな感じですね。で、タイヤは新しくしています。ブレーキパッドとかも新しいです。はい、この辺そんなに傷とかも目立たずですね。で、フレームいくとこんな感じです。ちょっと傷あります。ただなんかそんな気にならないかなと思う感じですね。深めのものもあったり、タッチアップしたりそのまま残したりしています。はい、ちょっとこのまま下も降りていきます。この辺も割と綺麗ですね。はい、フレームこんな感じです。なので最初のこの辺はちょっと気になりますが、他ほぼ綺麗かなという感じです。で、サドルも新しいものに変えています。はい、後ろもそうですね。ブレーキシューとかは新しくしています。下降ります。よいしょ。はい、この辺も新しいもの古いものがちょっと融合している感じですが、消耗品は新しいので気持ちよく使っていただけるかなと思います。はい、ペダルとか気になれば新しいものに変えてもいいのかなと思います。はい、ちょっとじゃあ戻ります。はい、こんな感じでした。なんとなく雰囲気伝わったかなと思います。なのでフレームとかはもちろんそのまま残して、クリーニングはしてそのまま前の方の引き継ぎつつ、消耗品は新しくして気持ちよく乗れる感じにしていますという感じですね。
これ前も私どこかで何かの回でたくさん話してるかもしれないんですけど、私も東京バイク2台持ってるうちの、1台は自分で買った新車だったですけど、8年ぐらい乗ってますかね。もう1台はお客さんが15年間フルで活躍させた東京バイクを、いただいて、フレームをそれで、リペイントしてパーツ全部取っ替えて乗ってて、今それは18年選手ぐらいで、今でも毎日通勤の時に使ってるんですけど、そんな感じで古いけどなんかそんな良さもありながらすごく日々活躍させているので、中古もこんな感じでガンガンこれからまだまだ使っていただける方のもとへお届けできればいいなと思っております。私は新車の方も中古で乗ってる方もどちらもすごく愛着を持って大好きで使っています。はい、そんな感じですね。で、中古なので店舗で見ていただけると一番いいかなと思うんですけど、オンラインの方にも載せてますので、動画で結構しっかり見ていただけたかなと思いますので、もしそれでもうこのまま決めちゃいたいという方は、オンラインの方でお題いただくこともできます。でな、原則店頭お渡しになりますので、はい、そんな感じでございます。はい、あ、でごめんなさい、大事なこと言ってなかったけど、金額は5万円になりますので、はい、そんな感じで気になる方ぜひ見にいらしてください。オンラインストアの方もチェックしていただけると嬉しいです。では今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。